どうも、チャップです。今回はスプラトゥーンをプレイしていきたいと思います。ということで、レギュラーマッチやっていきましょう。今回の武器は、96ガロンデコですね。ダイオウイカなれるやつです。この武器ね、威力がすっげー高いんですけど、弾出るのがね、ちょんちょんって遅いから、しっかり当たれへんかったら、今回の動画はもう、どうえらいことになります。チャップ死にすぎやん、カスやんってなりますけど、まあ、頑張っていきましょう。まあ、僕ですから、もうきっちり当てていきます、2発。あと、あれですよ。マイク変えたんです。話ぶっ飛びますけど。マイク変えたから、ちょっと声質が変わってるかもしれないですね。まあ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 、それだけよ。いうことは。あとは試合を皆さんに見てもらうだけ。見といて皆さん、ほんまに。もうパッ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 パーって勝つから。すぐパラパラッパーってして勝つからね。もうダーユーカしっかり貯めていく。これしっかり貯めていこう。しっかり。威力の高さだけはほんま半端ないからね、これ。もうガロンパラーってなってるから。ラグそうやったね、あの人。なんかすごいラグそう。まあラグくてもね。チャップ容赦ないからね。打ったイオイカ押したのに悲しいやつ。あ、ポーポー投げてますね。あれも面白いんですよ、あの風船も。あれね、貸すと思ってたらね、あのゴム、あのボスポンコツやんと思ってたらね、結構やりよるんですよ。あのボスって言いましたよ、僕今噛んでもうたね。ボムって言おうとしたらね、舌が回らんというか、今日ちょっと喉のコンディションも悪いですね。ただでさえね、いい状態でもね、ポンコツやのにね、それがさらに腐ってる。もうえらいことになってます。実況取る日じゃないけど、今日は実況で決めたんです。おい当たってたね。ちょっとラグかったですね、今の。ギーギーさんにね、今ギー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 やられました、ほんまに。もう僕のもうヘッドセットの耳元ですっげーギ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 ー言ってたもん。ギリギリスかよっていうやつね、ほんまにね、ごめんなさいね。行こうか。さあ、こっちから来るんじゃないですか。え、これ多分ね、僕の方が射程あると思いますよ、あの人よりも。あのなんか、ぴょんぴょんぴょん飛んでるマサイ族よりもね、あのマサイの選手よりも僕の方が射程はあると思う。どこ行ったマサイの選手。もうね、ダイオウイカ鳴る準備できてるよ。ふっぺい来ると思ってた。絶対隠れてると思いましたもんね、私の作戦勝ちね。あー、カン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 、ポン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 。スプラシューターとかじゃない、この人。ちゃうちゃう、ふいー、うん。まあ相打ちっぽかったですね、今のは。今のは相打ちやった。しゃあない、正直しゃあない。あ、右手すごい頑張ってる。あれ、新武器のリールガンちゃいますか？リールガンのダイオイカって。まあ、溶けた瞬間チャップがもらえますけどね。おいでおいでおいで、おいでおいで。エイムがすっごい定まってないね。おいよいよ、ぐじゅ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 、うん。エイムがポンコツよ。なんじゃいこれ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 、何これ、チャップダイオイオってなってるけど、いけますって。まだほらほら、勝ってますもん、ほら、味方さんのおかげでね。僕結構エイム事故ってるけどね。大丈夫大丈夫、こっから行こう。こっち止めときましょうか。まだ隠れてるかな。いないですね。なんか上から降ってきそうで怖いんですけど。それはイケチャップ、イケチャップやね、イケチャップ。これね、弾出るの遅いからあんま濡れないんですよね。でもそこをこのエイム力でね、危な。ああいう打ち率の高さよ。こんなに突っ込む銃じゃないかもしれないですね、あの射程があるからね。でもいけますいけます。僕は突っ込んでなんぼの人生やから、ほんまに。このガロン使ってる時はね、そう言うてね、次の試合らへんからね、ギモるかもしれへん、僕は、ほんまに。そういうせこい男やねん。これ、チャッパー、こせ、こせ、いや、ローラーおったんや。あ、こんにちは、おるやん、そこ。おい、射程長。めっちゃ集中したけどね、エイマー当てるために。射程すごいでしょ。最後に、ちょっとガロンのいいとこ見せれたと僕は思ってます。どうですか？そうでもない？安心してください。生えてますっていうことです。意味わからんで、ね。勝ったね、でも。もう、この調子でガンガンいきましょう。ガンガン行こう。全員いったね。84やって、あの人強い。85で、全員戦。すごい。これはすごい。このチームのまま、もうずっと行きたい。勝てそうです。ずっと勝てそう。ナイスチーム、ナイスチーム。はい、来ました。ハコフグ。よかった。どっちの目も見せれて。もう、これでノルマ終わったかな、僕のね。もう、あとはもうほんまに0キル100ですとかしても、文句言われないですよ。どっちの目も見せましたからね。それはさすがにまずいかもしれん。まあいいです、頑張っていきましょう。敵さんにね、多分ね、新武器のね、竹のスナイパーの人が多分いたはず。もうね、チャージ速度半端ないですからね、マジで。もうインテル入ってるとか言うてる暇ないぐらいの速さで溜まりますから、あれは半端ない。さっき試しであったんですけどね、おるやん、おるやん。おるんちゃう、おるんちゃう。でもね、一発で死なないんですよね、ローラーちゃんにすっごい当たって、僕の当たってんかな。はいはい、お疲れさんでございます。チャップでーす。どうも、チャップでーす。はい、どうも、チャップでーす。あう。今のキルはおしゃれ、ナイス、ナイス。今のはおしゃれキルやわ、ほんまに。あのキルのね、おしゃれさにはもう勝たれへん、一般の人は。あれ、100年に1回ぐらいの逸材ちゃうか、あのおしゃれさは。
もうほんま度肝抜かれた、ほんまに大王イカって出てましたね今。味方さんかな、味方ちゃま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 が今大王イカしてるから、僕も大王イカなりたいな。あれね、シールドが貼れるんですね。ちなみに僕のも貼れるんですよ、シールド。ほらこうやってね、こうやって貼れるわけ、こうやって貼れるわけよね。でこう行くわけ、おいかれへんかれ、トゥルトゥトゥルトゥ、サザエさんサザエさんサザエさん、ダイオウイカヤバすぎる、トゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥル、はいやった。ありがとう、ほんま多分僕の BGM に合わせて出てきてくれてたんやと思う。ダイナモダイナモーってなってますね。ダイナモーダイナモー、君も君も私もダイナモー、いた、ええ、あ、追いますね、やっぱりなんかラグかと思ったけどちゃうやつ。シンプルにシンプルにシンプルにチャップ、上から行きましたかね、降りていったかな。あ、でも後ろにもスナイパーちゃんがいたような気がするよ。ちょっと戻ってみましょうか。まあ、勝てるっしょ、正直正直この2発の威力半端ないですからね、この2発の威力ね。竹なんか怖ないほんま、竹怖ない全然ほんまに。そんなね、旧式の武器怖くないよ、この近代的なチャップの武器の方が半端ないからね。そこ俺はルールトゥルトゥルトゥル、サザエさんサザエさん、敵上にいるじゃんかしだ。旧式にやられましたね。あ、旧式じゃないやん、スプラスコープやん、あれ新型やん、あれザクやん、新型のザクやん、あれ緑のなんかめっちゃメロンの匂いするんでしょ、あの新型のザク。方向剤を中手に置いてるんでしょ、あのガンダムは。知らないですけどね。ガンダムとかモビルスーツやろそれ、なんかモデルスーツみたいなね、モデルか言うてね、ごめんなさい。あかん、あかん、うなんか今影分身したやん、エイムジジイやったしね。エイムが高齢化してます僕ほんまに。でもいけるんです、なぜかって、そりゃそうですやん、味方さんが塗ってないところを塗るからですよ。ここ塗ろう、いやでも真ん中行った方がいいかな、こんなとこ塗ってる暇あるのか。ちゃんと真ん中取らんと負けそうな気がしてきたぞ。さあさあさあ、ここ塗って、ほら負けてる負けてる負けてる、危ない危ない危ない、真ん中行こう、真ん中ガンガン行こう、真ん中真ん中、どこどこ、とりあえずサザエさん倒して、サザエ。後ろから来てた、あ負けた、負けたんじゃねこれ、ラストで寂しいやつですね、ちょっと死にすぎたかな。全然カーテン使ってないしね僕、もう全然カーテン使ってない、ダイオウイカ使って喜んでるだけ、しょぼ、うん、あの水が美味しいですね今飲んだけど、水が美味しい。うわ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 、664ってことで買っても1000いってなかったんか、濡れてないですね、ちょっとやっぱ死にすぎてるんかな。サザエさんサザエさん言うて突っ込みすぎてました、ほんまに。だってね、ナミヘイの毛ちぎりたいんですもんね。え、はい、ラストビーバースパークです。最後勝ちたいですね、最後、じゃあ最後は最後はもうカーテンめっちゃ使っていきましょう、カーテンカーテンシャーンって、動画のサムネイルとかね、タイトルね、カーテンって入れたいのにね、カーテン全然使ってないね、ほんまに。だから3試合目で入れて、うわこれ詐欺動画やんっていうのを防ぎましょう、そういうパターンでいきましょう。カーテンめっちゃ使っていきましょう、この意味ないところでも使っていきましょう、こうやってほらほら、こう綺麗でしょこのラインね、このライン、この縦のラインね、そこ重要やと思うんですよ僕もね、縦のライン重要やと思う、ほんまにほんまに、がやばいやばい、ダイナモ、あ、この人はいける、この人はいける、でもダイナモがやばい、ダイちゃんがやばい、ほんでもう意味わからんとこだよね、ここで使っていきましょう、こうやって、もう意味わからんけど使っていこう、これ使っていこう、こうやってで塗るスタイルね、ほらほらもうめっちゃ使ってるやん、カーテン、カーテンの使い方ほんまおしゃれすぎるわ、チャップのカーテンの使い方が本当に、こういう時これね、危な、おらん、あ、おったおった、獲物が、ほっとほっとほっと、北斗神拳チャップだよ。さあいいですよ、ここら辺置いとこ置いとこ置いとこ、とりあえず置いとこ、お、これは今のいい使い方ちゃう、あ、これ今のかなりおしゃれな使い方ちゃいます、インクないけど、でまた置いとこ、インクない、こう下に置きたいね、そこちゃうねんな、置きたいとこ。うわギアやば、あ、この人ですわ、ランク48やったかな、どえらい人、やっぱりそのランクになるとギアが恐ろしいことになるんですね、ギアパネー。半端なかったもん、ほんまに、なんてこったパーナコットやった、今のギアは聞けへんで、そんな聞けへん聞けへん、横から来たって無駄やで、エイムおじいちゃんっていうかインクなかったっちゃう。インクがおじいちゃんか、そういう作戦できた、それはほんまに度肝抜かれたわ、今のはエイムはジジイやった、ジジイはちょっと言い方悪いからおじいちゃんね、チャップはジジイって言ってくれていいですけど、エイムはジジイって言ったらちょっとほんまにエイムにね失礼に当たるから、エイムはちゃんとおじいちゃんって言うていきましょうね、そこ大事なとこやから皆さんね、ほんまにメモっといて、ナイス、ほんとにナイスナイス、スナイパー天才やん、ほんまに、あ、カーテン、カーテン、ロロロロ、ぶんな、ふぅ。この辺にカーテン、そうそうそう、こういうね、やっぱ周りのね
この外観を崩さんようにねする感じ。あ、どうしたあの人、あ、落ちたね。あ、ちょっと待って、間違えた、ダイオウイカ X ボタンじゃないし今の確実にやれましたね、あの人。あれよ、久しぶりにやりすぎてね、操作ミスよね、押し込むんじゃなくて X ボタン押してたよ。もう早くダイオウイカになって飛びたかったっていうその欲求が出てもうた、ほんまに。あ、ほらこのおしゃれな使い方ね、やっぱ一級建築士ちゃうね、建築士もういいですもうこれは。これデザイナーにしましょう。これデザイナーのチャップとしてはね、やっぱこういうおしゃれな使い方がしたいわけよ、このカーテンのね。あ、敵さんのそのねカーテンの位置、それちゃうな、それそれ B級やわ、僕の S級やけど、それは B級。こういうこそ、この置き方、この置き方、これがおしゃれやね。あー、ちょっとちゃうな、そこに置くのちゃうな、この辺に置いてみたりすんねん、こういってね、この辺にこうやって、これが真のおしゃれな使い方、これがおしゃれ、これがおしゃれやね、ほんまに。サザエさん待って、サザエさん待って、おー、すごいとこ乗れますね。縫って割りにしましょうかスプリンクラーだけ潰しておきましょう。はい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 、肩がな、なんか負けたっぽいような気がするというか、なんかね、塗り方がまばら、負けたかなこれ一生しかできへんかったかもしれないです、今回の動画。あ、勝ちましたね、あぶね勝ち越したらええでしょ、もう勝ち越して許して、ほんまに、ほんま許して。1000いってへんけどね、33じゃない、僕63や。うん、やっぱあの人落ちまってましたね、すごい重かったもん。何つくの、ギア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 、ああ、うん、バラバラねさあ終わりましょうか。結構ガロン強かったでしょう、カーテンばらまいててもなんかね、なんかユニークな動画になったと思いますよ。これでサムネイルとタイトルにカーテン使うって入れれます。うん、一瞬やったからね施工ということで、今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。